と紀ノ国屋のコラボのエコバッグがあって、母親がその紀ノ国屋のバッグをねめちゃくちゃ好きなんですよ。そう、私が東京に住んでた頃からいつもお土産はそれにしてそれにしてみたいな感じでね言ってて、で今回、前回5月かな、5月にね発売がねされてたっていうのは知ってたんですけど、その時ね買いに行く機会がなくて、で昨日もまた今回もねリストックしましたっていうのを情報を見かけて、すぐねオンラインショップで見たらバッグがね残っていたので、ちょっと母親の友達の分とかおばの分とかも5個買いましたので、それを今からピックアップしに行きます。めっちゃ可愛いよね、赤にしました。で受け取った後また紹介できればと思います。さあ着きました。今ねお店はさクローズ中。やったー、ピックアップしました。ちょっと一個実際の色見たら私はこのグリーンの方が好きだったのでチェンジした。後でゆっくり。可愛いリボンをつけてくださって、でしかもね嬉しいことにじゃん、小さな袋もサービスしてくださいました。5個買ったので 1,2,3,4,5、 これは裏、これが表。可愛い、これもお土産ねあげるときにさ中に入れてあげたらめちゃくちゃ喜んでくれると思います。こういうサービスなかなかねアメリカではないので、ハワイはあるのかな、そうでもハワイでもあんまりないと思う、アメリカにこういう文化ないからね、とっても嬉しいです。じゃあちょっと開けてみようかな。今回購入したのがこのハイズステーキとこれね、と紀ノ国屋のコラボです。コラボのエコバッグ、かわいいよね。このなんかモンステラがあったりとか、ハイビスカスプルメリアで、ここにホノルルハワイハイズステーキハウス、裏はこんな感じです。でこれをね今回母の分と母の友達とかおばとかに買ってきてって頼まれたので4個ね買いました。で私の分もねちょっと買ってくれるってことだったので赤をね注文してたんですよ、ここだけど、あちょっと待って、なんかこうもう一つあって、こっちのもう一つの色のねこっちなんですけど、こちらなんですけどグリーンもね、あ可愛いじゃんと思って私はこのグリーンにしました。でもねこの赤の方がすっごい人気があってすぐ完売するみたいなので、赤がいいかなって思ったけどグリーンにしました。ちょっと開けてみようかな。さあ開けて、このすっごくレッドだと思ったんですよ、あの画像で見た時、インターネットサイトで見た時。でもね意外とちょっとボルドーがかったというか、ちょっと深みのある赤で、私はねこの赤すごい好きなんですけど、でもなんかちょっとハワイでこれを持つっていう私がねイメージがね湧かなかったの、湧かなかった言えない湧かなかったので、私はこっちの色にしました。かわいいよねこっちも。でここをチンと開けると、あこれもちゃんと紀ノ国屋のロゴのボタンですね。でここにポケットが入っていて、でこのバッグはナイロン製で、あのいつもの紀ノ国屋のエコバッグと変わらない感じで、マチがあって結構たっぷりと入りそう、こんな感じ。結構大きいよね。私今ちょうど横にこのニューヨークの好きな、ちょっとしわくちゃだけどレター屋さんで買ったエコバッグがあって、あこれがねパソコンなんですけど、パソコンもすっ
入るサイズ感。パソコンはちょっと重すぎるかな。このこのナイロンなのでね。でもちゃんと入れようと思ったらパソコンも入る感、入るサイズ。こんな感じですっぽりとパソコンも入ります。でも意外といけるかも。これもありですね。かわいい。でもやっぱり赤もかわいいな。どうしよう、ちょっと光が自然光のところで見るとこんな感じです。じゃあ次、私の緑の、これは母のです。開けます。では次はグリーン、これは私のです。でももしかしたら赤がめっちゃ良かったらレッドにチェンジしようかな。でも私はなんかやっぱりこのうちのグリーンの方が私っぽいかなっていう気はしてます。あとハワイで持つならやっぱこっちの色の方がマッチするかなと思ってますけど、まあ、赤も可愛いな。どうしよう、ちょっとじゃーん、これが緑です。緑っていうのかな、グリーンだよね、ブルーじゃないし。どっちが可愛い。裏はこんな感じ、紀ノ国屋のロゴと表はハイズのこんな感じです。赤はこれ、グリーンはこれ。なんか私、そう、このイラストとか文字が白だったらもっと好きだったかも。でも可愛い、やっぱりこっちかな。ハワイで使うにはこっちがいいかな。でもこれも可愛いな。皆さんはどっちが好きですか？どうしよう、どっちにしよう。可愛い。雨降らないと。はい。Get my picture? もうまた欲しかった。シンデレラがめっちゃ綺麗。綺麗。ハワイ。$5 It's a reasonable name. そうですね。For that price, ね。これ何でしたっけ？これ何ですか？わかります？何が？これ名前。Lobster, black bean sauce, with black bean sauce. Black bean sauce. Black bean sauce, tochi. Tochi? Ah, so that, なんか大豆の、その発酵されてるの、大豆ね。日本人でした。ちゃんぽん。ちゃんぽんです。どうでもな。まあまあくらいです。そんなに食べれない。新色ネイビー、値段は 6.99 です。めっちゃ安くて、これね本当に履きやすい、ナンバーワンやね。